はい、渡辺です。今回はね、チームデスマッチでマップは8神殿になります。途中参加なんで、ね、あ、最初からなってるのこれ。誰使おう？バッテリーよか。し、再配置だ。エイジャック最近使ってくる人多いな。強いんでね、エイジャックス。バッテリーちょっと多めに使って。あ、で、今回ね、こちらっすね。永久アンロックしたこちら、マッドドックス RFB 使っていくんでね。あ、違ってるな。困るわ、チーこムれ。デスマッチ。一人も逃こすちら。はい、頑張るぞ。これ初仕様なんで、これ。ベータ版、敵を引き離レベル30の到達報酬の永久アンロックトークン使って、これ永久アンロックとマッドドックス RF 使ってくれ。おお、ビーコンを消した。強いぞこれ。誰かが痛い目に遭うだろう。右側にいるな、これ。クラスターグレネードだ。楽しめよ。おい、いない。こうじゃ。左から来るな、これ多分。あ、ここだな、これ。ん？よし、お強いわ、これ。お強いわ。ありがとう。敵のスカウト、ダウン。スカウト撃破。マジだ。お強い。最高です、これ。うやつくぜ。上に、中にいる。クリーン最高ですよ、この武器は。本当にクラスターグレネードだ。ここに投げればよかったな。ノーマット、キル。ノーマット殺した。ノーマットのおっさん殺した。敵の何キルだ。お、8キルやってるな。 RC1 って言ってみよう。 RC6D オンラインだ、これ。こうだな。あ、ダメだ、壊された。よくやったリーコン。あ、破壊したの、これ。あ、やってないわ、これ。このマップ面白いな。製品版でこのマップまだアップしてないのよ。でも KIA マッドドックスレベルアップした。マッドドックスって映画のマッドドックスみたいに同じ名前なんです。お、ウォーマシン使用可能ですよ、これ。ダブルキルで勝ってるな。あ、ダブルスコアで。メル・ギブソン主演のマッドドックス。あれ？いい映画でした、あれは。あの映画、ごヒントに北斗の拳も多分作られたんじゃないですかね。あれ一緒なんですよ。やったぜ。いるよ、来るよ、来るよ、これ。レーザーワイヤーを無力化した。レーザーワイヤーも無力化。よっしゃ、2キルをやったな。4キルをやりたかったけど、リベンジ成功。14キルしかしてないのかな、これ。準備完了。クラスターグレネードだ。
楽しめよ。下にいるな。センサーを使う。上にいるのかこれ。あ、大差で勝ちすぎるよこれ。うちらパーティー入ってるんですかね。このマップ面白いから。あと少しだ。戦績を残せ。これいるんだよここに。センサーだ。どう使う。ねえ、ねえ、なんでやるのこれ。ちょっとこれ成績が悪いからな。ねえ、やった。やった。怖いじゃん。アーティスティー終わりか。18キロ。まあいいか。足をしすぎてたこれ。ちょっと成績がね、20キロ以上ちょっとやりたいね、できたら。理想としては25キロぐらいやりたいけど。おう、ランクも上がって、レベルアップで。おお、なんだこれ。新しい武器。ライトマシンガンかな、これ。やったよ、これ。あ、ライトマシンガン、新しいライトマシンガンだ。お、マッドドックス、リフレックスサイトとレーザーサイト、解除ですね。18キル。しかできなかったんだけど。はい。プライムナスありがとうございました。やったな、これ。今回、ちょっと、サイトは、どうしよう。あ、待ってよ。マッドドックスはちょっと、あれだな、ショットガンつけたいな。ちょっと、ドリフター。よし、レベルアップしたね。3、迷彩どうしよう、どうでしょう。あ、1回もヘッドショットやってない。リフレックスつけようか。で、レーザーサイト。あ、そっかそっか。あともうちょいでこの、ノーディックっていうレティクル解除ですね。で、これで10、ちょうど10なんで。コスメックデバイスやっぱりいいな、これ。ハード、ラインなんでこれ。装備するとスコアストリークのコストが減少ということで。今回の試合でこれ、こちら、解除ですね、これ。ハデス。ハーデスっていうものかな、これね。フルオート。中程度の反動と、クラス最速の連射速度。強そうだな、これ。はい。以上にしたいと思います。今回、ね。ベータ版、レベル34、到達報酬の永久アンロックトークンで永久アンロックしたこの、マッドドックスを、早速使って、ハセシンダのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。